よっしゃよっしゃ。ここまで未踏馬にやられると悔しいわ。ヒデさん、こうやってメーターを取りました。何の？はい、かっこいい。俺一番しょぼいんだけど。いやー、平正釣りたいですね、自分は。10キロ以上、キャストで、うん、もう何回絡まってるか。まあ、そうなんですね。なあ、シエズばっか当たりようかな、あんな。体っぷりだよな。なあ。なんか腹立つな、あの感じ。ああ、これだ、これだ。すげえ腹立つ。なんかあれ、あんニヤニヤした顔。あ、見てた。よかです。よかです。皆さんは今年の公約あるんですか？青の10キロ。あ、10キロ。おお。どうする？今日達成したら。泣くはないでしょう。もう今日でき、今日もしできちゃったら、あのカリウムさんがバチ。俺？そうだよ。なんかカリウムなんか公約じゃ作れよ。ですね。うちらにばっかりバッティングさせようとしないでさ。マンコ何がいいかな、俺。うん、やっぱりこう裏方なんで、うん、登録者数、うん、年内に2万人、2万人、うん、2万人いかなかったらマジどうでしょうか。了解。はい、決まりましたよ。2万人、今年中に2万人登録者数。マジでまだ1万もいってないのに。はい。まあいいよ、80は1匹でいいじゃん。知らんけど。え、じゃあもう一個の公約何にしよう。じゃあヒラマスだったら20キロ。ヒラマスだったら20キロ。マグロだったら50はきつい。40。マグロだったら40。20、40。ブリだったら10。10キロブリ釣れんもんね、坂井ちゃん。でも今年まだ行ったことない県には行きたい。あー、そうっすね。青森、岩手、岩手、日本海側のこっち、そう、山形で、新潟、そうですね、日本、富山、石川、東北、北陸をこう、日本海、神奈川も行ってないじゃん。神奈川行ってないですね。東京は行ってるけどね。うん、千葉も行きましたけど。あと茨城、なんか茨城なんか良さそうとかなんか言ってませんでしたっけ。悪くないですね。うん、あと四国があんまり行ってないんじゃない。あの高知、あ、そうそう、高知とか、うん、徳島も行ってないでしょ。うん、上は行ってないの。上ってどこ。あの中国の上。ああ、山陰も行ってないね。鳥取島でもね。うん、そう、あとどこだ。静岡は行ったし、あと和歌山行ってない。あ、和歌山、確かに。で、三重は行ってるでしょ、うん、行き過ぎでしょ。うん、おーか。谷口、谷口さん、あぶない。なんか何なんすかその顔。どうしたんすか。なんかブルブルしてる。なんかブルブルしてる。はい、え、あぶない本当に。ブルブルしてるだけ。あ、見えた。あれ？おお、あぶないだ。あぶないじゃないですか、もう。農館です。行こうぜ。はい、すいません。大ちゃん、どう？虫かい。俺の手作り弁当食うな。言ったけど、俺の手作り弁当や。そうなんすか、うん、こんな面白いネタもお前は取ったな。今日の献立は毎回一緒さ。俺レッスン来る時は毎回これ作って、今度坂井ちゃんに乗せてくれないですか。そうなんですか。ねえ坂井ちゃん、何ご飯なんですかそれ。チャーハン、うん、炊き込みご飯。ピラフが近い。うん、本当美味しいよね。
当美味しい。これ自分で作っとうくせに美味しすぎて、食べ出したら止まらんで。それはもうレシピはずっと変わらないやつ。変わらない。教えない。教えない。商品名はウィンナーとコーンのピラフ。ああ。ウィンナーコーンピラフ。うん。しかしこんなに超過って偏るもんですか。なんかやってますか、ヒデさん。餌やっとんじゃん。餌。惜しくて出てくるよ。知らんけど。どうしよう、ジグ変えるか。ああ、でももう一回このまま行こう。ジグも色で偏るときってあるんですか。よりも重さ。重さの方があると思う。強一反応ですか。強一反応。おお、来た。ほら来た。来たよ。やっぱ早く落としたもん勝ちやったな。失敗したな。1人2人3人かこう踏んでいかんのかね。ね、君だよ君。卵の君。うるさいわ。あーの卵。ほら卵の君や。めっちゃ上で当たった今。大滝言うたろ、40ぐらい浮いとおって。だからさ、言ったじゃん、40だって。違うけど。マジうるせえ。コンボが気まずな、今日は。ほんと、切なすぎるな、俺ら。なあ。え、タオ君だ、ちょっとサイズいいんじゃない。あ、見えて見えた。お、あ、カツオやん。いいじゃん。最高、カツオ。カツオ、そうだ、カツオ、多分。そうだ。猛毒。モノク、うわぁ、うわぁ、やばちょっと、やばこれ持って持って、丸々する、やばいやばい、これ写真ですね。やばくないそれ、これやばい。あ、じゃあこれ毒やろ。モノク、これモノク、モノク危ないね。あ、高くこれモノクやけん、触る方がいいから。本当に毒、これ猛毒やけんね。モノク、せっこいもん250度使ったわ、もう早く落とそうとして。うわ、これ猛毒だ、猛毒。やっば、猛毒きた。猛毒、責任持って俺がします。早いか処理が。妻やった。あら、毒ですな。あれ、あれ猛毒。ああ、高くすごいね。いや、マジさっきからちょっとに釣られたりするの。だからなんだから。あ、もうあんた橋本足りてんね。すごいっすよ。糸の音がそれだけ違うもんね。やばいよ、カリオ。アコウ1です。やばいよ俺。新春アコウ1です。新春アコウ。マオ君はベイトに変えてもグリーンゴールドですね。両方グリーンゴールドつけてくる。暑いな。グリーンゴールド。お気締めしてるな。タイラバしたくなってきたよ。俺タイラバセッティング。どうしたのマオ君。なんかニコニコしてた。なんかいい？なんかニコニコしてたよ。でもまあハイになってきた。ちょっとおかしくなってきちゃった。なんでこんな今日ただもう。本当嫌や。なんでそんな笑顔なんだ。俺とマオどっちが壊れておかな。何の勝負ですか。今日サムネ決まったね。マオが壊れた日。正月1本目ですよ。いいじゃん、別に2本目で爆笑すればいいんだから。あの YouTube のいいとこはね、いくらでもすぐ次が来るんですよ。また来週がある。平らばやってる。平らばやってる香りさん。え、でもじゃあ本当に何も釣ってないの。あ、マオと香りか。いつもデニムがヤバかったな。お腹もついてるし、やばいっす、ね、顔も丸いし。
おっしゃ、おお、マジか、やったー、おもろやったよかったあ、おもろですね、これはやっと来たか、やっと来ましたやってたのはい、やっとずらしたな、あの、三笘さんの言う通りにやったずらしたはい、くるくるトン止めてございましたね結構頑張んだよね、てかドラグがきつすぎんだよね、これバラすんじゃないかやめてくださいよ、ドラグきつすぎんだよな初バラシとかやめてくださいよ、あ、初バラシやだないやーイイエーイイエーイなんかすごいこう微妙な空気しかないこのイエーイイエーイやったいや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 ほらこれヒエちゃんのでかくない？なあほらこれヒエちゃんのよりちょっとでかくない？ほらねえヒエちゃんのよりちょっとでかくない？知らんけどオッケーいやーイイエーイまるまるしてますね、いやずですね、いいですね、橋本くん、これが青物という魚ですよ、これが、あ、これが青物ですはい、これがやず、ね、ジギングで狙う魚ですはい、やった、やったナイス、ナイスです、さあ、こっから全開でいっていこうかなでも、多分カリオさっきの俺の合わせシーン取り積み残してた俺の声できっと反応したからお、来た、お、降りなおー、降りなー、降りなー、さあ、横の橋本くんの顔が固まってきておりますおー、いいね、いいね、いいよおー、リナいいよ、さすが八元ガール、嘘いや、もう全然大丈夫だよもう俺、なんか安心のるつぼだからもう、みんなのことを幸せにしたい見て、あの橋本剛のあの渋い顔、おお、いいのおおこれでかい、え、何これ、え、何木でしょ、え、うそやん、え、やばくないですよ、それ、これで食ってなかったすげえ、おえ、なんすかそれ、ほら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 え、青物なんすかそれ、わからん、多分青物、え、なんでよ、フォールで食ってたろ、あ、リナ上がったか、おー、ナイスナイス、あボーンって見えたが今スネが甘いんだよ、スネが甘いんだよ、でも青物っぽくなくない、あー、ボールのスネか、じゃあちょっとヒエちゃん、今日の絶好調の秘訣は何なの、なんだろう、実力系やもんでしょうねでしょうね、じゃあちょっとあのなんか釣ってるしちょっとなん、カオリなんつったの、カオリただ一応、いや一応見ててくれ、いや魚かどうか確認したい、したら魚釣ってない人が一人になる、魚見る、やばなんやあれ、なんそれ、ちょっと待って、出て、なんかこれ金魚、金魚、こんなところ、やば。だってあんた玉より短いぜ。尻尾や尻尾。すごい尻尾から尻尾からぶり上がってきよる。あらきつかろう。あ、ひでちゃんナイス、すごいところに、まあ、そりゃきつか、そりゃきつかったろこんなとこかかる、あ、口こっちよ、あ、吸い込ましちゃった、吸い込ました
ジグこっち。すげえ。五本目。86。天野さん、今日いたんですか。今日は休みです。休み。なるほどなるほど。あれ、今日何か調査の方は。今日はまだですね。あ、まだ。うん。ま、え、今日はまだ。今日これからです、ね。あ、これから。そう、うん。ちょうど。今ぐらいですか。今ぐらいからもう帰ろうかという。マジですか。高井さん延長で。延長。ジギング延長ですか。もうなんかもうあとはキャストだって。キャストだって。ああ、だってキャストで誰も釣ってないですよ。釣ってない釣ってない。はい。キャスト。キャストで釣る。ただ爆風になってきたら。やばくないですか。やばいね。よかった奇跡的に釣れて。YouTube 史上初のトーク。なんか荒ぶってきたな。もう今も荒ぶってますよ。なんか違う。違うぞ。いいよ、ひねていい、ひねていい、ひねていい、回収していい。何やった？何やった？ああ、卵が折れた。よっしゃー、でけえな、やったじゃん。すげえ沖縄だね、沖縄。はい、おめでとうございます。やばいっすね。あすげえわ。いやー、ナイスでした。イエーはいはいはい。ちょっと無理だわこれ。帰ろう。姉ちゃん、終わろう。無理だ、危ない。他に行くか。無理。一番たぎってるやつがあそこにいたな。あ、いいですか皆さん、悪い今日は寝ます。こんな日に釣りをしちゃいけません。ちょっと好きだろ、昼から。分かったね、昼からね。いや、もうびっくりです。もう滑りよって。危ない。その前に風が水面滑り出して、もう俺は帰ろうって思いよったら、マオも滑りよって。その30分ぐらい逃げたら2人よ。いいね、はい、頑張っていきましょう。はいはい、ということで、はい、まあね、お年玉ということですので、はい、ご承知と、はい、930、はい、なんか知らん、なんか知らん、なんか、なんか930賞1個、930賞、はい、なんかパーカーペンとかって言ったけど、なんか知って、キレちゃんが一番つなぎいっぱい出るんじゃない、はい、まずマスク。おー、おー、いいな。マスクは5枚ぐらい。俺も欲しい、俺も欲しい。マスク、トレーナー。おー、おー、今ちょっとね、制作中のあの、よね、今から作る、このために。なんだ、俺も欲しい。このために作る、このために作る。なんか、しょうがない。調子がいい。はいはい、私からは僕だからセットね、あのベージュとグレー、それからグレーと、はいはい、2色のセット、セットと、多分 T シャツがあるね、1枚があるとか。まだ出る。これもう他にないやん、販売もすることないやん。でも普通の T シャツとパーカーやったら、そのままほらみんなと被るけん、コラボパーカーでしょ、俺たちはね。だけどライズジャパンのマークマジで欲しい、欲しい、欲しい。なんかこう特別感がある。それはやばい。俺も欲しい。それはいいから、こっちは。谷口なんかのアイデア。俺
みかん、みかん、みかん、え、ケーキ、ケーキ、なんか最後の目玉だよ、社会の。このプロが全部売ってるあります。おいやいや、2枚もうステッカーと3枚も売ってる。おいやいやいや、みんななんか出してよお前、お年玉。おお、大きいも一本無料。みんな来るぞ。おお、なんか熊本だからなんか熊本だから一緒いけるけどな。コメントをいただいた方から、まあ、抽選で何が当たるか分かりません。はい、ありがとうございます。ちょっと今年もね、まあちょっと適当な感じなんですけど、この後ろは素晴らしさをね、はい、皆様にお届けしていきたいと思っておりますのでね。あと何ですか、登録者って2万人、2万人目指します。まず1万人にしよう。まずですね、まあまあまあ、まずは、はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございます。でもちょうどね、1月でしょ、配信が、はい、ブリ真っ最期だよね、それからね、もうブリ最高の時期になってくるからね、みんなもぜひ。今日ちょっとライズチグ不調だった、あ、今年は爆発するでしょ。すいませんね、まだ負け戻して見てもらったから。ということで、今日楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。